どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。カスタネットとオフでオフタネットを開発したさやです。ふにょんふにょん、皆様どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしないよはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、大天使降臨。クマエル、クマエルだと思ったでしょう、うん、これは鮭を取るクマの木彫りの天使なんだ。ということは木彫エルはい、ということでこちらです。はい、日記ちゃんとつけてきました。つけてきませんよ。提出してくださいね。しませんけど。わかってるんですよ、夏休みの最終日にね、一気にね30日分練成したの知ってるんですからねあの時僕確信したもん、俺漫画家なれる俺には作画の能力が30日分一気にストーリーを生み出す能力はある俺にって思ったもん、あの時ということで、普通の日記ではなく我々絵描きなので、はい、まあ絵描きがつける日記といえばよ、絵日記、うん、はい、絵日記、はい、ということで今回やっていく企画はこちら、デドディ、プロの絵師夫婦が7日間交換絵日記。ふぅー、サブカルするぞー。まあ、今回は、うん、家庭内別居しようかなと思って。つい夏目さんち終演の時、うん、終演ない、私がリビングであなたがトイレに住むってこと。なんで格差社会なんで一人悠々自適に一人暮らししようとしてるの今回は家庭内別居をして、うん、お互い日記でやり取りしようかなと、はい、ね、あー、そういうこと。それ面白くないですか。あった出来事を、まあ、日記を使って共有すると。そう、ということで、じゃあどうやってやっていくかというと、今回7日間ですね、はい、1日目が例えばさやが書いて、はい、2日目そのままさやからもらったやつを僕がノートを受け取ってやっていく、うん、はい、ってやるんですけど、まあ、せっかくなので、はい、カラーのイラスト描いていこうかなと思うんだけど。あー、いいですね、はい、まあ、今回それをですね、はい、もらっちゃった画材があるので、そちらの画材でやっていこうかなと。なんと、なんと案件でございます。ありがとうございます。ということで今回じゃじゃーんと、おふふさんです。おふふさんです。懐かしい。はい、1年前ぐらいにこちらの動画でね、はい、ご紹介させていただいたんですけど、あの超コスパいい、そうなんですよ、おふふさんと一晩一緒に寝てみたらどうなるのかっていう動画撮りましたよね。撮りませんけど。いい夢見ましたよ。まだ夢見てんじゃねえかはい、ということでおふふさんといえば、あの皆さん大好きアルコールマーカー、自社開発インクで、しかもコスパがいいっていうのが、いや、そうですね、売りでして、前回ご紹介した時は濃い色が多くて薄い色出たら嬉しいなって思ってたんですよ。そしたら今回送ってきてくださいました。じゃじゃーん、もうパステルカラー、はい、オフフのイラストマーカーパステルカラー48色セットいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。と思うじゃないですか、うん、ででん、あ、これがですね、おふふイラストマーカーパステルカラー80色セットいただきました。ありがとうございます。もりもりですと思うじゃないですか、はい、でで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 、これワクワクしちゃうね。すごくない、画面いっぱいだよ。これワクワクしちゃうね。なんと216色セットもらっちゃいました。ありがとうございます。全部合わせたらこれ今350色ある、うん、安くていいものだからって送ってきすぎですよ、もう。ありがとうございます。もう大事に可愛がらせて一本一本名前つけてね、うん、気が遠くなるな。あなたはゲンピピ、あなたはゲンスケ、あなたはゲンパタ。なんでゲンにちなんだことじゃない名前がないんだ。さらにちょっと夏目さんち、せっかくなのでこちら、じゃじゃーん、はーい、こんなもんも買っちゃいました。これお夫婦さんから出ているスケッチブック。スケッチブックよいしょ。あ、ビーフちゃん、ビーフちゃん、ビーフちゃん、やめて、チンパンジーになってしまうのよ。じゃじゃーん、せっかくなのでということで、夏目さんにこちらのスケッチブック買っちゃいました。はい、お夫婦さんのスケッチブックね。ビリ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 、すごくないこれ。買ったらわかるけど高級感がすごいのよ。はい、まあせっかくなので表紙に、じゃあ思い出でも綴ります。はい、書けるかな。書けるそれ。あ、書ける。はい、書ける書ける、いいねいいね。これはなんか特別感出ますよ。ね、Don't forget って感じ。モテえな何が始まるかわからん本生まれちゃったじゃん、はい、ということで我々のあの、はい、忘れられない記憶公開日記の旅が今まさに始まろうとしている。それではどこまでも深く体験しようよし、おはようございます。
昨日のね、夜にね、書こうと思ってたわけよ。でもね、寝ちゃったわけよ。日記あるあるだよね。毎日書くぞっつってさ、1日目からやっちゃったみたいなところあるよね。もう今日変な夢いっぱい見たから、そのことをね書こうかなとも思うんだけど、今日はね、なんかスキー場とかにあるね、ホテルのね廊下でね、なんかパン売っててね、え、焼きたてだって食べたいって言って、源さん買ってよって言って買ってもらうんだけど、そのパンがね食パン一斤だったっていう夢を見たので、ちょっとその感動をね絵にしていきたいと思います。パパパパンパンパパン、よくわかんないけどパン、よし、やっと線画ができた。塗るぜ。いや、こういっぱいねあるからね、どうしよう。でもね、私ねこれ好きなのよね。イラストマーカーパステルカラープラス日本伝統色80色セット、こいつが好きです。コンパクトで。食パン少年、源さんが見て困るやつを描きたいなと思ってね。一発目から食パン持ってる男の子描くなんて思わないじゃない。源さんもさぞ困ってくれるでしょうね。夫の困った顔が大好きです。よし、1日目の絵ができました。やっぱ交換日記だから文字書かないと。よし、記念すべき第1ページ目はこの少年です。じゃあゲンさんにね、 Don't forget 渡していこうと思います。はい、ということで2日目です。さやから来ましたよ。とりあえずまず、まあ公開日記醍醐味といえば、これ開いて、まあ、何書いてくれたのかなってとこですよね。地味に僕これ初体験だからめちゃめちゃなんかワクワクするんだけど、じゃあまずさやさん、ででおお、え、めっちゃ描いてる。さやさん、いいねこの絵。焼きたて食パン、これ待って、男の子でもこれ女の子だとしたらちょっとダメだよね。これちょっと YouTube さんダッシュしてきちゃうよね。これワイルドスピードミックぐらいのあのドライビングテクニックで駆け寄ってくるけど大丈夫。これ担当はさやです。あなたはこの本を開いた32人目のアリス。やめろ平成出してくんの。俺99人目踏みに行くからな。初めての交換日記、ドキドキするね。今日見た夢の話を書きました。焼きたての食パン買ってくれてありがとうね。パンを買ってもらった後、民間人に刃を向けたこと、いろんな人に罵倒される夢を見ました。辛いです。そんなつもりはなかったんです。次はゲンさんの番だよ。何これ、楽しい。平成を感じてね、じゃねえわ。平成感じちゃったよ、最初に突っ込んじゃったよ。やばい、手のひらの上だ。さて、じゃあ行きますか。今回ちょっと目論みがありまして、公開日記ってね、やっぱこう気軽さがいいのよ。これ続けらんなくなっちゃうから、これ見て、これ絶対さえ続けないからね。このタイプの絵描いてくる人絶対続けないから、これ3日目でやめるから、この絵。だから僕はもっと気軽に行きます。まあ、今回まずは線画をね、ピュピュッとね、色鉛筆で描いちゃいたいと思います。どうしよう、メカ描くべき、メカ描くべきって、もうなんか自分に縛られてるよね。自分に縛られてるの人生って面白くないよね。大海原に旅立とう、ブルーオーシャンに旅立ってもいいけど、俺レッドオーシャンを攻めるよ、 YouTube みたいにね。ということで、今日はじゃあ歯磨きするメカ女子描こう。どなんかこう日常とさ、非日常の融合って感じがちょっとさ、ドキドキしちゃわない。日中の妻です。よいしょ、別居も大変だな。別居さ、1日目僕が気づかったのは何だったの。いや、ちょっと危惧してたのよ。これ1日目良かったんだけどさ、2日目、さや普通に仕事この部屋でやるのね。だから、同じ部屋で別居してんのよ。うん、いや、すいません、別居中の妻静かにしてもらえます？別居してんだけどさ、消しゴム取ってくんない？なんで別居してるとこに、なんで別居中の夫のとこに全部置いてくんだよ、画材を。よし、じゃあこれで早速お夫婦さんのマーカーで塗っていきましょう。じゃあ行きますか。色がいいぞ、これはとてもいい。もうシンプルに楽しい、このマーカーでの色塗り。オッケー、ということで絵が終わったので、じゃあここであとさやさんにパスするために交換日記を書くのね。ということで、さやに対する日記も書いたところでね、また明日、さやにこれをね、受け取ってもらって、続き書いてもらいたいんですが、僕確認しちゃったんですよ、先日、こっそりこれをやってたということを。これをね、やってしまっていたさやには、これ罰を与えねばならんということで、明日は、さやさんには悪いんですけど、三色マーカーチャレンジしてくださいっていう指示を出してみましょうかね。では、明日のさやに、バトンタッチ。てなわけで、ドンフォゲノートも3日目になってしまいましたか。では、ゲンさんのやつよ、もう。おお、なんか可愛いほっぺがふっくらしてるわね、この子。さやへ、歯は磨いていますか？私は昨日、お絵かき BBS で、ハンドルネームマスター G で書き越したお絵。お絵かき BBS に書き越した。
もうすぐクリスマス、とっておきのプレゼントを期待していますね。別居中のマヨリ、何別居中のマヨリ、字汚くて読めないんだけどえ誰マヨリって、誰よその女、僕だよちなみにあなたが先日こっそりゲームに課金していたのを確認しました。明日はおやつ抜きです。だって嘘じゃん。 PS さらにバタとして、明日は3色マーカーチャレンジしてください。3色マーカーチャレンジは分かったけど、何バタって、罰だよでも漢字罪じゃんやばいよ、カタカナも書けないし漢字も書けない子がいるよ。で、3色マーカーチャレンジをすればいいんですね。かしこまりました。いいね。でもなんか楽しいな。自分のさ、知らないものがこう更新されていく楽しみってあるよね。毎週のアニメとかさ、そういうのに近しいものがあるわ。楽しいな、この企画。いいね、いいね。よし、じゃあこの絵を、じゃじゃん。噂の216色セットから目をつぶって撮ります。皆さん、さっきの女の子に合う色が弾けるように祈っててください。これです。1本目、2本目、そして最後の3本目、どれにしようかな。怖いな。これ、よし、まだ目開けてないよ。せーの、パク。え、いい色じゃない？いきます。前髪切りすぎたちゃん。イエーイ。よし、じゃあゲンさんにお手紙タイム。よし、できました。それではゲンさんに渡していきます。バイバイ。はい、ということで4日目でございます。さあ、前回僕はあのさやに3色マーカー振ってるので、どんな書いてくれたんでしょうか。え、かわいい、いいね、3色マーカーいいの引いたね。なんか全然苦しんでない。くっそ、罰を与えようと思ったのに。別居中の前、おっとね、まあいいや、まですね。じゃあ今日は僕まです過ごします。どうもこんにちは、皆さん、まです。はい、漢字がちゃんと書けるようになるといいね。いきなり煽られてますね。何これ、K 分の H って何これ。あら待って、これ僕の知らない文化かな。今日のお昼は何がいいかな、ゼラチン、ブルドーザー、どっちでもいいよね。クリスマス今年どうしよう。季節を感じる間もなく時を移ろい続ける我々も、なんとかクリスマス楽しんでいきたいよね。クリスマス楽しみ。バカ前回のこれ読めませんでした。何ですかこれ。罰として次はさやの落書きを絵にしてくださいね。ネクストゲーム。うわ、こうネクストなんとかって、そっか、あるよね、こういうの書いてるの見たことある。 PS ラッコかわいい。そりゃそうな、そりゃ同意するわ。なんか日記で会話続くって楽しいね。まあ、ということでね、さやさん相変わらずふざけてますけど、罪ですよ、罪。しかも罪じゃなくてバタになってる。違うんですよ、罰と書けなくてバタになったので罰です。ダブルミーミングですね。では行きましょう。気遣いというものがないのかな。この形から書けというわけですね。なるほど、どうしよっかな。真ん中になんかよく見る鳥さんおらん。とりあえずペン入れしとく。でもいいね、いい色で書いてくれてるから、色自体はすごい好きなんだけど。さあ、ということで、どう、まあ、どうって言ってもね、まあ、さやさんが無茶振りするんで、もうこうするしかないよね。はい、こんな感じでさやさんからの色塗ったところからさらに追加して完成させろというお題をこなしてみました。この子がきっと頭の中から生み出していろいろくっつけていったものが生み出されていく、そんな感じのメカ少女、いいんじゃないでしょうか。ちょっとさやから無茶振りされたんで、僕もさやに無茶振りをしていこうかなと思います。で、無茶振り何をするかというと、線画交換をしてみたいなと。だから次回さやが塗るものをもう僕はここに書いちゃう。それ新しくない？なんかちょっと普段僕がさ、動画であんま書かないタイプの子書いちゃったんじゃないのこれ。かわいい。よし、じゃあこちらを引き渡していきたいと思います。よし、5日目ですね。よし、じゃあ見ていこうじゃないの。あ、すごい、めちゃめちゃおしゃれやん。これね、鳥の形だったんだよ、私の中で。ツイッター的な。私の緑の餃子たちがメカに組み込まれてしまった。妻へ漢字を諦めてみたところ、非常絶対病人だよね。非常に読みにくい文になってしまいました。今年のクリスマスは、あ、漢字使っちゃったねって。今年こそ、来年こそ
旅行に行きたいね。なのでクリスマスは質素に行きましょう。ひらがなマスターの原因より。 PS 明日はこれを塗ってね。お、明日はこれを塗ってね。あ、すごい。あ、洗顔を塗るという、お、新しい試みじゃないですかこれは。 OK、 任せて。ココア飲んでるってことはちょっと寒いんだよね。こうほっぺとかお鼻とかあからめていきたいわ。じゃじゃーん、レイさんのココアちゃん完成。ココア、うまこちゃんです。悔しいので読みづらくしていきましょう。私もね、ゲンさんにね、こう一泡二泡吹かせてやろうじゃないの。6日目、一週間なんですけども、一週間はね、最後ね、集まって二人で振り返りなので、この僕のターンでこの交換日記は一旦最後になるんだけど、なんか感慨深いですね、一週間分となると。いや、ということで、さやさんが僕のココアちゃんをどんな風に塗ってくれたのか、めちゃくちゃ楽しみです。ココアちゃんどうなってるか、いきます。せーの、かわいい。あ、めっちゃ可愛く塗ってくれてる。なんかココアでポッポしてる感じの女の子の雰囲気出てますね。この子押せるんだけど、めちゃくちゃいいんだけど、待って待って日記が荒ぶりすぎでしょ、なんなんこれ。あーあーああ、ココア、情熱が有り余る。あま、夫へ。僕はゲンさんが困ってる姿を見るのが大チョキです。ひらがなばっかりはやめてください。それでなくとも読みづらいので、その配慮はいりませんよ。昼はラーメンが食べたい希望を出してきた。旅行行きたい。近場でババババババ。クリスマス。ハッピーハッピークリスマス。プレゼントはサラミでピューッとパー。豚汁どうぞ。さやじをこう文章にするのやめてほしい本当に。今日は何をしてましたか。さやは鰹節をすりました。嘘です。お散歩を少々たしなみました。夏ですね。めくるんだ早く。急かされたわ。冬ですけども。うわ、さやじ用じゃん。しかも消してねえし、下書き。え、ペン入れも終わってないけど。見てほら、ペン入れ終わってないよね。ついに来ちゃったさやじを最終日にして。で、真ん中は何なんこれ。 Husband よ、ここに好きな絵を描いてね。 Wife より、これは消してね。消しゴムもかけたクソがこの野郎。ちょっと線画交換みたいな感じかと思いきや、塗り絵の時間ですねこれは。じゃあ最後6日目、ここに帰え、真ん中に宗教画みたいな感じにしたいね。なんでこれで宗教画みたいになると思った。これでもさやじお世界を見守っているということは、さやさんでもいい、ここもしかして。こないだももう似顔絵企画やったからさ、もうさやさんにしちゃう、ここ一層。さやじお界の神といえばまあさやだよね、それはね。だってこの自分が描いたものなんですから。さあ、ということで、どうですか、さやさん。だいぶこうなんかガーリーな感じになりましたね。このさやじおの世界に、さやを溶け込ませるために、薄い色セットっていうのがあったので、もう背景は全部薄い色セットで塗っております。だいぶこう淡い表現ができていいですね。じゃあもう最後は文章を書いて、この日記を最後振り返っていきたいと思います。さあ、ということで、7日目ですよ、さやさん。ついにここまで来ましたね。はい。長かったね、なんかね。ここまでやってくると、これで終わりかっていう感じも。さあ、じゃあ最後、さやさん見てくださいよ。見たい、見たい。あ、かわいい。どう？え、かわいい。ガーリーな、さやさんと共に。超ガーリーじゃん。え、しかもなんか、パステルが。そうなのよ。活躍してんじゃん。今回のお夫婦さんの、パステルカラーセットなんでね。さや、え、お昼過去もう夜だけど、哀愁。ラーメン食べましょう。デブ活推進してまいりましょう。政治が細かすぎて時間がかかりましためっちゃクレーム書いてあるじゃんめっちゃクレームじゃん。なのであえてガーリーなさや、さやそう、さやを書いて恥ずかしめようと思います。もうすぐ30歳ですね。推進、旅行で行くなら肉がうまいところに行きたいです。カッパ書いた時の僕の気持ちだったんですよね。いや、カッパの気持ちだったの、うん、いや、可愛いじゃないですか、めっちゃいいですよね。うん、すごい可愛い、ま、全然恥ずかしめられてない。嘘、むしろ点上げよ。嘘、喜ばしい、うん、点上げユニコーンって感じよ。全然わかんないわ、その感じが。まあ、ということでこんな感じで、はい、もう6日目でした、これが終わってしまった、ついに、はい。まあ、最初から見ていくと、1日目のなんか焼きたて食パンのさやさん、はい、そして2日目の歯磨きメカ女子、これ結構可愛いね。うん、可愛い、ね、歯磨き。そう、あれ、別居中の前より。別居中の前より、前より、はい、別居中の前、前髪切りすぎた。でも前髪切りすぎたじゃん、あれだね。全然さ、縛りになんなかったね。結構いい感じの色になっちゃって、すごくいい引きだったのよ、ね。で、これですよ。あ、はい、これさやさんの無茶ぶり ね。そう、適当に描いたとこから、うんうん、結局メカを描くと。そしてここはうまちゃん、ここはうまちゃん、いいですね、頬がポコポコしてた。ウニ、カニなのに
今気づいた？今気づいた。カニだと思ってた、これ。これだから別居中のマオ。で、それでさっきのこちらですね。はい、かわいい、はい、どうでしょう。いいね、これ楽しい、ね、楽しい、めちゃくちゃ楽しい、うん、ぜひ皆さんもカップルだったり、うんね、ご夫婦だったりでやってみてほしい。一緒に家に住んでる人ってやるとなお楽しいかもね。さあ、まあということでこちらのドントフォゲットが出てますが、はい、皆さんがまだ見てない映画2枚ね、はい、我々ご用意しました。そう、7日目にね、はいはい、我々からの皆さんへの公開日記です。はい、せーの、ででおー、もうフルに使いましたね。もうお夫婦いただいたものをゴリゴリ使って楽しく、はい、ゴリゴリモリモリ書いて ねモリモリ楽しく書かせていただきました、はい、さあ皆さんね、お夫婦使ったらこんな感じの絵が描けますので。描けます、はい、ちなみにこちら日記の中だと、うん、色鉛筆使ったりとか、うんうん、まあいろいろ使ってたんですけど、はい、これはミリペンは違うけど、あとこのハイライトかだけちょっと別のもの使ってるけど、うん、それ以外はもう全部お夫婦の。私はこれは80色セットのやつを使って、はい、描いてますね。僕は一応216からビビッドな色とかもたくさん使わせていただきました、うん、さあということで、はい、今回夏目さんちのチャンネル視聴者様限定の Amazon クーポンを配布させていただきたいと思います。概要欄に記載してあるクーポンコードをね使用しますと、通常より割引でご購入いただくことがねできますと、はい、いうことなんですが、そしてさらにお夫婦の今僕たちが使ったねこの筆タイプっていうね、柔らかい、ね、はい、柔らかい筆タイプになっている、うん、お夫婦の製品、はい、全製品数量限定になるんですけども、はい、夏目さんちのこちらのイラストが塗り絵になって入っております。おお、はい、そう、色が塗ってない線画の状態のものプラス、うん、さらにこれの複製というかお手本が2つ入っているものが販売されますので、皆さんもしよかったらぜひぜひ概要欄からお夫婦さんのマーカーチェックしてみてください、はい、チェックしてみてください、はい、皆さんの好きな色でゾウさんを塗ってください。ゾウさんは好きな色で塗ってください。他はそのまま塗って怒るんだ。やだな、その塗り絵。